皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい、猿ね、8月17日土曜日なんですけれども、Zoom で開催しました心のシェア会。はい、これがね、無事終わりました。ご参加いただいた皆さんありがとうございます。今日はね、その心のシェア会の話、を振り返ったりもしながら、ちょっと僕自身がね、感じたこともお伝えできればと思っています。で、後半はね、レター、メッセージもね、ご紹介したいと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いください。はい。で、まず心のシェア会っていうのが何なのかっていうことなんですけど、心っていうのは、まあ心ですよね。人間のその心、ハートですよね。で、シェア。ね、このシェアというワードを聞いて、何をね、思い浮かべるでしょうか。ルームシェアとか言いますね。部屋を複数人で共有して、みんなで一緒に住む。ね、シェアハウスとかのシェアですよね。それと同じく心をシェアしましょうよというのが心のシェア会になってます。まあ、つまり自分の心、自分の感じた気持ちとか考えを素直なそういう気持ちをその場にね、いる仲間、参加者の他のみんなにそのままお話ししてみる。で、そしてそんな仲間の参加者の他の人の話をそのまま受け止めてみる、認めてあげる、そんな体験をし合うっていうのが心のシェア会になってます。まあ、心をシェアする、そんなね、体験を、していきましょうよっていうのが心のシェア会なんですよね。なのでお話しするっていうのが結構メインなんで、まあなんかお話し会かと思いきや、そのね、ちょっと不思議な体験になるかもしれないです。普段ね、なかなかこういう会話ってね、しないんですよ。日常生活の中で。自分の感じたことをそのまま聞いてもらう。そしてそれをそのまま聞いてくれる。否定もされずね。なんかアドバイスされたりとか。こうした方がええんちゃう、ああした方がええんちゃう、それは違うんちゃうとか。自分はこう思うけどな、みたいな。そういうのなしに、そうかそうかと、そうなんですねって聞いてもらえる。それも表面的な、単に否定しません、そっかそっかって言われてるだけじゃなくて、ほんまに心の底からそうなんですねって寄り添って聞いてもらえる体験。これがですね、もうめちゃくちゃ心の栄養補給になるんですよ。で、そして、まあ、人のね、そういう素直な、お気持ちとか、ね、お話聞いてる中で、あ、みんなね、頑張って生きてるんやなと。ね、自分だけじゃなくて、みんなこうして、等身大の自分で精一杯頑張って生きてるんだなっていうのが、また自分にとっての勇気になったり、ね、こう、力が湧いてくるような体験になったり、僕自身ね、ほんまにこのシェアする、気持ちをシェアするっていう場が、どれだけ自分にとって、まあ心地いいか、心のね、栄養補給になるかっていうのをすごく実感して、で、ぜひね、まあカウンセラーとしてもやっていきたいと思ってるので、その個別のね、対面でこう、例えば1時間とか1対1でお話ししてっていうのももちろん、やっていくんですけど、グループでね、こういうお話しするっていう場もすごく、重要、大事な経験やなって思ってるので、それを自分でも提供していきたいなと思い、心のシェア会というね、会にして、ちょっとこうご提供をね、始めてるという状況なんですよ。で、これ今まで Zoom では2回目の開催になって、で、この前奈良でね、対面のリアルのバーで開催するのも実施して3回目になるんですけども、まあね、やっぱりこれは間違いないなっていう確信がもう昨日、得られました。なんか決して僕の一人よがりではなくて、僕がなんかいいと思ったから提供したいと思ってるわけなんですけど、なんか僕だけがね、これ、ああこういう会がもっとあったらいいなって思ってるだけやったらね僕の自己満足で終わっちゃうんですけど、まあ3回やって
ほんまに、まあ、3回とも自分もすごくいい時間過ごしたし、参加していただいた方にもなんかその自分の感じてる良さを、同じようにね共有していただいたり、ね、感想としていただいたりとか、あの僕がね感じてる以上に、あこうその人のねなりの感性で言葉で、感じたことをね教えてくれたりもして、ああそれはもうやっぱりええよなと、もうこういう場を増やしてこういうつながり、こういう、心のことをシェアするっていう体験を広げていくことで、こうよりねたくさんの人の幸せであったり心の健康に役立つと思うし、そうやって広がっていった輪で、まあ、こういうね体験、こういうのがいいなって思ってくれる人が増えることで世界もね平和になっていくんじゃないかっていう感覚がかなり確信に近づいたっていうか、なんかそれぐらいの、うん、なんか3回やってなんか自分の中で気づきがありましたね。でこれさっきもねちらっと、触れたんですけど、対面で1対1でカウンセリングっていうのももちろん大事なんですけど、一方でこのグループでお話をするっていうのもすごく大事な経験、グループでしか味わえない何かっていうのがあるなって改めて、思ってて、グループやからこそいろんな、ね、参加した人、ほんまに人それぞれなんですよ。いろんな、心の反応があるし、ね、こう感情があるし、話もねほんまに人それぞれいろんな状況があってっていう中で、ほんまになんかその多様な価値観に触れるきっかけにもなるし、なんか自分だけじゃないみたいなね、勇気づけられる、あみんないるんだっていう、こう生きてるとね、例えば悩み事があった時になんかこんだけ悩んでるのは自分だけじゃないかとかね、なんかこう孤独感を感じたりとかすることってあると思うんですよ。僕もやっぱりなんか悩んでたり、どうしようかなこうしようかなって気持ちが塞ぎ込んでる時ってなんか自分ばっかりすごく不幸な気がしてくるんですけど、でもパッと顔を上げて心のシェア会のようなこう対等な関係で素直な気持ちをこう出してもいいような、そういう場に身を置くと、あみんな等身大の自分で頑張ってるんだなっていうのをすごく感じるし、で自分もね悩み事もあるかもしれんけど一歩一歩ね頑張っていこうみたいな気持ちになったりもするし、これはね僕の感じ方なんですけど、ほんまになんかグループやからこその得られるものがあるなっていうのは思いますね。でね、グループに参加するっていうのにすごく抵抗がある人もいると思うんですよ。今まで参加したしていただいた中にも、していただいた方の中にも、そのあまりねグループで参加のものに参加するとか、ズームのなんかそういうセミナーとかね、こう顔がバババッとこう何人か並ぶようなものに参加するのすごい抵抗あってとか、なかなかこううまく話せなかった経験もあってっていう方もいらっしゃって、まあそれでもね勇気を出して参加いただいた方もいらっしゃるんですけど、そういう方にもぜひ来てほしいなっていうのを思ってて、っていうのもなんかね、決してなんかおしゃべり上手な人がこうベラベラベラって喋る場ではなくて、全然なんか喋り上手とか下手とか関係ないですし、なんかねちょっと話すの苦手やなとか、人数が複数いる環境は人見知りしてとか苦手やなっていう認識がねある方こそ、ほんまにこのあなたでいいんだよっていう、ありのままのあなたでいいんだよっていう場で過ごすっていう経験をなんかぜひしてみてほしいなって思って、この前の8月17日に開催したものでもなかなかちょっとね話すの勇気いりますっていう方も、やっぱこれもグループの恩恵かなって思うんですけど、こうバーもね、温まっていく中でみんなおのおのね話をしてくれました。で中にはかなりパーソナルな、今までこういうの人に話したことないですっていうようなことも
初めましてなんやけどね、初めましてのバーなんやけど、ここやったらっていうことで気持ちをお話しいただいた方もいらっしゃるし、なかなか話すのが苦手ですとおっしゃりながらも、うまくこうゆっくりね、自分の気持ちを確かめながら、もう何秒もね、こう止まりながらも、こうポツポツとお話しいただいて、でもそれもね、すごくほんまの自分の気持ちで喋ってくれてるから、めちゃくちゃ伝わるんですよ。なんか上っ面のなんかこう言っといた方がいいかなとかねこれを言うべきかなとか、そういうのじゃなくて、ほんまの出てきた素直な気持ちで喋ってくれてるから、話し方が上手とか下手とか早いとか流暢とか、そんなん関係なく、ゆっくりゆっくりやけど、めちゃくちゃ伝わってくるんですよ、気持ちが。うん、なんかそんなのも、感じながら、あ、じゃあ私も喋ってみようかなとかね、じゃあこんな話もしてみようかなとか、もともと、あ、そうそう、だからもともとね、いや話すことないですみたいな方もいらっしゃったんですよ。話すことないんですけど参加してもいいですかっておっしゃってて、あ、いいですよって、もう聞くだけでも全然大丈夫ですよってお誘いしたんですけど、まあ多分この場を過ごしてたらね、話したくなるんちゃうかなって思ってたら、見事話したくなったんでいいですかとかやって挙手していただいてね、お話いただいたんですけど、まあそういうなんか魔力があるというか、なんか私も話してみようかなみたいな勇気ももらえるみたいな、でそのグループの力なのかなとか思ったりして、うん、やっぱりこういう心のシェア会っていうグループの、まあ、イベントっていうのは今後も続けていきたいなーなんて思ったりもしました。で、実際ね、ちょっと感想もいただいてて、いくつかね、ちょっとご紹介したいんですけど、例えばね、そうですね、抜粋ね、させてもらうんですが、初対面で画面越しなのに雰囲気や言葉や話し方から鍋友さんのこれまでの人生が垣間見えたような気がして、ベタな言葉で言うと、みんな同じ空の下で生きてきたんだよな、そして奇跡的にも今日巡り合ったんだなという気持ちです。終わったのにきっと明日からもあの皆さんがどこかで生きていると思うと不思議と勇気が湧いてきます。本当に不思議な感覚なのですが、はい、というね、一部ご紹介させてもらったんですけど、こんな感覚にね、なられた方もいらっしゃって、素敵やなって思います。あとはね、皆さんが自分の思いを話してどんどんいい表情になっていくのがとても印象的でしたって、おっしゃっていただいた方もいらっしゃいます。いや、ほんまにそうなんですよ。もうびっくりするぐらいみんな表情変わるんですよね、この2時間3時間の間で。やっぱ最初はね、ズームっていうのもあるんで、まあ、なかなかこうね、最初ってこう、もうニコニコってしてるかっていうと、ちょっとこう真面目なね、やっぱこうパソコンに向かってさあ始まるぞみたいな、そんなね表情されてる方が多いかなって思ったんですけど、もう最後の方になってくると、というか、まあどんどんね、表情もなんか和らいで、口角がねちょっと上がってたりとか、なんかこう目元が緩んでるというか、なんか柔らかい、もう仏みたいなね、みんな顔になっていくんですけど、それも面白いな。それぐらいなんか心が緩んでいく、短時間ではあるんですけど、初めましての中なんですけど、こう初めはね、何時からスタートですって言って、ズームのね URL を押して、さあ時間だぞみたいな感じで、挑まれていた方が、なんかこう、遠いね、それぞれ日本ね、いろんなとこで住んでて、おのおの人生があって、今日はどうしてるかなーって、あ、同じ世界でみんな生きてたんやなーっていうのを思いを馳せるようなね、そんな関係になるっていうのが、まあほんま不思議なね体験なんですけど、このシェアをする、気持ちをね話して聞き合うっていうね、恩恵やなーなんて思ったりもします。まあほんまにね、僕らがまずその場をね作らせてもらって、こうね、主催者ですっていうことで司会進行みたいな形で進めるんですけど、ほんまにその場その場はみんなと一緒に作ってるなっていう感覚があって、3回開催したんですけど、3回ともやっぱりね違うんですよ。なんか雰囲気とか、こうみんなの
なんかその日のテーマみたいなのがなんとなくぼんやり出てきたりとかもして、うん、ほんまに一期一会の空間で、これはね僕らだけでは作れない、もうみんなあってこその時間やなって思うんで、まあ、それもほんまに感謝の気持ちでいっぱいなんですよね。でだからこそグループが面白いっていうのもあるしね、その時参加した人たちで作る時間空間なんでね、うん、その良さもあるなーなんていうのも改めて思いました。でですね、まあ、今後なんですけど、心のシェア会自体は続けていきたいと思うんですが、まあ対面の奈良で今開催しているものは、まあ、オフ会っていうのも兼ねつつ、やりましょうってことで、まあ、初回ね開催して、で2回目も、9月1日控えてまして、まあ、これねちょっと今満席になってしまってるんですけど、9月1日にあって、これはなんかこの形で、続けていきたいなっていうのを思ってるんですけど、このズームオンライン開催についてはもうちょっとなんかやりよう工夫したいなっていう思いもあって、今のままでもいいんですけど、なんかもっとズームやから、オンラインやからこそ、できること、今はねなんかこう奈良で開催してるオフ会と同じような設計で、ほんまにそれのオンライン版としてやってるんですけど、なんか逆にもっとオンラインならではのやり方あるんじゃないかって思ってて、ちょっとね内容とか、もろもろ検討中です。どっちかというともっとライトな感じで、こう気軽に参加しやすいような形にさせてもらったりとか、ちょっとなんかシェアはシェアなんですけど、こう講座チックにとか、うん、そういうセミナーチックというか、まあセミナーっていうのはそんなお堅いやつじゃないんですけど、講座セミナーの入り口から入って、なんかちょっとこう心のことに触れられるようなこうプチ体験みたいなのができるみたいなのも面白そうやなって思ったり、うん、なんかねこうズームオンラインならではのなんかもっと良さがね生きるやり方あるんちゃうかと思って、ちょっと検討中なんで、次回以降ねちょっと開催日とか未定なんですけども、うん、なんかまあズームなのかズームじゃないのかっていうのもあるんですが、なんかこうやりようね今検討しているところです。はい、なのでまあ今後ね僕らがこういうイベントとかね、開催するよっていう時には、まあもしねご都合良ければぜひちょっと、ご参加いただいて、何かこう心のシェアをするとか、自分の気持ちに素直に過ごしてみるとか、ありのままの自分が受け入れられる、そんな体験をしてみてほしいななんて思います。でそんな場をね一緒に過ごせたら僕らも嬉しいですので、はい、ぜひね今後もよろしくお願いします。はい、というのが、8月17日に行われました心のシェア会 Zoom のね、まあ感想、実施した感想と今の僕のね気持ちをお話しシェアねさせてもらいました。参加していただいた皆さんありがとうございました。はい、というわけで、最後ねレターをメッセージねご紹介して終わりたいと思います。匿名さんです。大輝さんこんにちは。こんにちは。第546回の夫が漫画ばかり読むの相談をさせていただいたものです。この度はレターのご回答ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。大輝さんの夫に伝えていますかという問いかけでハッとしました。伝えないと伝わらないということを頭では分かっていたものの、実際にはできていなかったと反省しました。夫に私のモヤモヤした気持ちを伝え、ハネムーンの目的は何だろうと一緒に考えることができました。この方ね、ハネムーンのね計画の準備があるけれども、夫が漫画ばかり読んでなかなか、ね、決めようねって言ったことをなかなか決められへんということでね、ご相談いただいてたんですけれども、また大輝さんのご回答が腑に落ち、素晴らしいことをおっしゃっていたので夫にも聞いてもらいました。おお、すごいですね。それ夫、あ、よくそれね聞いてもらえましたね。ね、夫に聞いてもらうってことは、そのご自身のレターもそのままね聞いてもらうってことなんで、あれってやっぱ自分のね素直な気持ちなんで、それを夫に聞いてもらおうっていうのはね、ちょっと勇気もいったことじゃないかなって想像するんですけども、まあでも一番の素直な気持ち伝えるっていう手段の一つやったかもしれないですね。
私の気持ちも夫の気持ちも言語化してくださっていて、お互いがお互いの気持ちを理解することができたと思います。ハネムーンの計画は私が主にしたことには変わりなかったのですが、モヤモヤが解消したことで楽しく計画をすることができました。そして6月下旬にハネムーンに行って無事帰ってきました。おお、夫と結婚してよかったと改めて思える心に残る楽しい旅になりました。本当にありがとうございました。おめでとうございます。またコメント欄にもアドバイスをしてくださった方にも感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。はい、匿名さんありがとうございます。よかったですね。お帰りなさい。まあ無事ね、計画も立て、ハネムーンも終わり、心に残る楽しい旅になりました。なあ、素敵なことやと思います。まあほんまにこの伝える、まあこれもね、僕がじゃあできてるかっていうとできてないことも多いんですよ全然ね、人のことは言えないです。やっぱりね、伝えたつもり、分かってくれてるつもりになっちゃうんですよ。特に大事な人ほど自分の気持ちは分かってくれてるはず。分かってくれないとなんで分かってないのってなっちゃうし、でもやっぱりね、家族とはいえ他人やし、気持ちって伝えないと伝わらないし、伝えたからと言っても伝わってるとは限らないんですよね。まあこれもまた厄介で、言ったやんね、言ってるやんって思うけど言えてなかったり、言って伝わってるつもりやけど相手は伝わってない、その分かってない、え、そういうつもりやったんみたいなね、こともよくあるし、伝えるってことと伝わってるか確認するっていうね、こともほんまに大事やなって僕もこう日々感じながら、まあね、夫婦とかね、家族ほどコミュニケーションもね、しっかりせなあかんっていうのはそうですよね。はい、匿名さん、ハネムーンね、行って無事帰ってきましたということで、ご報告レターいただいてありがとうございます。では、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルへのレターもね、引き続き募集しておりますので、放送の説明欄にもね、URL ありますし、アプリから、スタンド FM アプリからも送っていただけますので、ぜひね、お気軽にお便りをお寄せください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。